とね、あとね、足つぼがあった、足つぼ。足つぼにも乗る機会ないじゃん。なんか、痛いとこどこが悪いかみたいなのも書いてあって、で、なんかまず先に友人に乗らせたわけ。おめ乗ってみなよって言って。そしたらさ、もう全然痛くない。全然痛くない。本当に大丈夫そうで、なんかピョンって跳ねたりしてて、ほんまかーって思ってさ、じゃあちょっと僕も余裕かなと思ってさ、ね、僕も乗ったらね、痛すぎて、失神するかと思った。嘘だろ、お前。こんなに痛いの、足つぼって。どの辺が痛いか、どの辺が悪いのかっていうのをね、見て調べてみたら、まず、胃。アイスツボマントの胃の部分がもう死ぬほど痛くて、なんか足の真ん中らへん。で、あと、もう一つめっちゃめちゃ痛いところがあって、アイドルとしてちょっと、とても言いづらいんですけど、痔？名誉のために言っておきますけど、僕のお尻は、健康ですから。でも、痔のところがめっちゃくちゃ痛くて、なんかここも痛いって言ったら、おめ、痔じゃねえかって言われてさ、いや、僕は痔じゃないです。ほんとアイドルとしての名誉のために、ただ嘘もね、つきたくないので、どこが痛かったかっていうと、糸痔でしたね。お大事に、違います。アイドルなんでね、そこはね。胃が悪いイメージもさ、ちょっとさ、なかったんだけど、もうなんかまたね、健康診断とかしたいなーとかはね、思いましたよね。そう。